地獄へ落ちなさい。 させてあげます。おいでます。おいでます。よし！ いくよ！頑張ります！
天馬覆滅。屍拾うものなし。みんな、行くよ。あなたは私が守ります。のんきなこと言ってるんだ。危ないぞ。ダーリン、僕のこと心配してくれてるんだね。嬉しいな。おい、敵が。そういえばクレンスさん、私の時もちゃんと心配してくれましたっけ。嬉しかったです。だからそんな場合じゃ。ついでなので私も。ああ、もうさあ、行くぞ。あなたは私が守ります。いいから戦うぞ。釣れないですね。とはいえ、心配された覚えもありませんが。心配する必要がないだろう、メリー。はっ、やっ、おいでなさい。はっ、や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 っ、油断しちゃったかな。おいでにどうするから。よし、よかった。
ここが例の場所だな。しかし、なかなか厄介な森だったぜ。ねえ、ダーリン、僕、役に立ったでしょ？だから、その呼び方はやめろって！けどま、なかなかの腕だな。武者修行の旅ってのも、嘘ではないらしい。石像の件は運が良かっただけだが、そこは言わないでおこう。褒められちゃった。どう？惚れた？僕のお婿さんになりたくなった？ついでに私のモルモットにもなっていただければ一石二鳥というものなのですが。たくん、そういうのはなし。ほら、セフィーも笑ってないで、ちゃっちゃといつものやつをやっちまえよな。はーい。ベネ、ベネ、マルク、アルスソルナムス、時の回廊よ、開きなさい。それは、なかなか面白い表現ですね。さて、残りの宝玉もあと一個だな。よし、一旦町に戻って、体勢を整えよう。させてあげる。やった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 か。それはお前たちごときが触れてよい力ではない。さあ返してもらおう。お前の力試してくれよ。行くぞ。あなたは私が守ります。やったでやる。フォートレス。私が守らない。さて、マスターキーを返してもらおうか。何のことだ、クレッシさん。とぼけあって。ならばとどめを刺してからゆっくりといただくとしよう。ダメ。クレッシさんも私が守ります。よせ、セフィ。子供か、殊勝なことだが、そこをどかねば怪我では済まんぞ。嫌です。クレッシさんも私が守らなきゃいけないです。何だと。その力を。バカな。セフィ、そうか、セレスか。ではお前はまさか。
がそうだというのか。そうか、鍵は叱るべきところへ帰るか。ならばその石今しばらく預けておくとしよう。大事に持っておくがいい。どうなってるんだ。上でのお前が何をなそうとするか、切り捨てるのはそれを見届けてからでも遅くはなかろう。にしてセレス、年やもいかぬその体で力を解放するとは、愛した男のためとはいえ無理が過ぎるぞ。根性では気をつけることだ。まあ、言っても無駄だろうがな。いずれ、また会おう。しっかりしろ！あの人は、やはり、守護していたのですね。俺なんかをかばった。グレースさんが無事でよかった。おい、チビスケ、チビスケ。おそらくこれは体の限界をはるかに超えて魔法力を解放してしまった反動でしょう。しかし、なんという潜在魔法力、とても人間とは思えないレベル。解説なんか後でしょ。メル、あんた魔法の専門家だろ、早く助けてやってくれ。それはそもそもこんなことは普通は起こりえないことなのです。誠に遺憾ながら今の私にはどうすることも。だってとにかく一刻も早く宿に戻ろうね、ダーリン。そうだな。しっかりしろよ、チビスケ。さすがはセレス、あのまま続けていたとしたら、やられていたのはこちらだったかもしれんな。しかし、次に会うときは。体調は悪くなるばかりです。チビスケ、私はいつも思いを馳せる。天空に浮かぶ青く輝く聖なる星、その大地には豊かな自然と多くの命が満ち溢れているという。いつの日にかその大地を自らの足で踏みしめてみたい。その空気を自らの肌で感じてみたい。いつの日にか、きっと。時が来たというのですか。私の命は、あなたの。超えても必ず。だから今
われて、わけのわからないことを言ってる。熱もちっとも下がらないし、このままじゃセフィーちゃんの体、持たないよ。苦しいのか、チビスケ。しっかりしろ、おい、チビスケ。なぜだ、どうして俺なんかのために。俺はまた救えないのか、あの時のように。ネル、本当に何も方法はないのかよ。俺にできることなら何でもする。だから助けてやってくれ、頼む。これは全く確実な話ではないのですが、 あるんだな。とある魔法技術に秀でた国で、ある実験が行われていたと、そう風の噂で聞いたことがあります。先ほどのセフィー城のように、人為的に魔力を暴走させ強大な力を得る。その暴走する魔法力を制御するために用いられたアイテムの名は、ホーリーストーン。ホーリーストーンか。ただそれは極めて希少なものらしいのです。どこで手に入れることができるかは私には分かりかねます。それにたとえホーリーストーンを使ったとしても、完全に癒すことができるかどうか、進行を遅らせるぐらいしか効果はないかもしれません。それでもいい、今のままじゃチビスケが、たとえそれがどんなに希少なものだろうと、世の中に存在するなら手に入れることのできる女を俺は知っている。よかった、じゃあすぐにでも向かおうよ。どうしたのダーリン。いや、もう会うこともないとそう思っていた相手だから、今さらどの面下げてと思うとな。いや、俺のことなんかどうでもいいことだ。オンドベイ村に向かおう。そこに彼女がいる。それではクレイス氏、そのお弁当村への道案内をよろしくお願いします。オンドベイ村だ。村はタリムの森の南西にある。まず森を西に突っ切って、それから南に向かうんだ。迷ってる暇も冗談言ってる暇もないからな。さあ急ぐぞ。
後悔させてあげる。グラブ、こんなところかな。うん、当然だよね。死になさい。こんなところかな。天魔覆滅。死になさい。こんなところかな。やった。ようやく着いたか。しかしここに来るのも久しぶりだな。と、そんな場合じゃない。早くあいつに会いに行かなくちゃな。しかしどの家だったか、前に一度来たきりだからな。目印は黒猫魔法店の看板なんだが。よく覚えてないんだが、こんなにボロ屋だったかな。いいか、待てるのは今月末までだからな。うちも必ず今月中に耳を揃えて返してもらうよ。ちゃんとお金返しておくれよ。あんたもこのお店手放したくないだろ。あんた一体何人から借金してるんだ。呆れたもんだ。え？パルティさんよ。パルティが借金。みんな、ちょっと待っててくれ。あ、いらっしゃいませ。少々お待ちください。パルティ。クレイス！いや、久しぶり。クレイス、あなた、無事だったのね。クレイス！おっと。
心配かけたな。俺はこの通り元気だ。そうだ、それより借金だ。お前の方こそ大丈夫なのか。聞いていたの？あれはその、おやおや、昼間からお熱いことですね。あ、いや、俺たちはダーリンの、パディ逃げろ、ダーリンの浮気者、シュクルマピーター。カクカクシカジカというわけなのです。それはそうと、このカクカクシカジカというのはどういう意味なのでしょう。疑問です、謎です。お話はよくわかりました。ホーリーストーンについては少々心当たりがあります。ぜひ協力させてください。パルティ・シュクレールです。皆さんよろしくお願いします。ために戦う力を取り戻したのもそのセフィーさんのおかげなんでしょ。よかった。そういうことになるのかな。ということで、そろそろ星座は勘弁してくれよ、ディノン。俺とパルティはいとこ同士だって説明しただろう。ダメ、乙女の心を騒がせた罰なんだからね。もうちょっと反省するように。ほほほまるで昔に戻ったみたい。本当によかった。これで一体どんな過去なのでしょう。ますます興味深い。さて、ホーリーストーンはとても特殊なものなのはわかるわね。だから残念ながら私のお店にも今は在庫がない状態なの。もちろんどこかで買えるものでもない。もしそうならどんな大金を払ってでも手に入れるところだけど。それで思い出した、パルティ、お前借金って一体。クレイスは心配することないわ。お金なんてどうでもいいの。いざとなれば踏み倒して夜逃げするとか。ともかく大丈夫。大丈夫だったら。で、ホーリーストーンだけど、実はこれは精霊の樹海という異世界で手に入るものなの。だから偶然迷い込んだ冒険者などが持ち帰るのを待つしかなくて。ちょっと待てよ、それじゃあセフィが。大丈夫、心当たりがあるから。エルフィンの大木って知ってるかしら。確か丘の上に一本だけ立ってる巨大樹だろ。タリムの森の東、フロルエルモスの少し北の。ええ、私はずっとあそこが怪しいって思っていたの。多分あそこが精霊の樹海への入り口だと思うわ。よし、早速調べに行くぞ。どうしたの、クレイス。あ、いや、ちょっと足がしびれて動けない。いたた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 た。
行くよ。覚悟しなさい。よし、みんなお疲れ様。後悔させてあげます。やった、やった、よし、地獄へ落ちなさい。